2番手4番バルドルチャ、ここからついていけるか、4コーナーカーブ、その後3番手から5番のアドマイアポーシュが前を狙っています。直線コース、ババの3部どころ先頭3番ドレイクパセージ、リード3馬身、2番手は4番のバルドルチャ、前を追っています。3番手5番アドマイアポーシュ、後は離れた、突き放しました。3番ドレイクパセージ、2番手4番バルドルチャ、5番アドマイアポーシュ、3番手先頭3番ドレイクパセージ、ゴーリ2着4番バルドルチャ、3着5番アドマイアポーシュ、4着争い1番ホワイトビーチと2番ポンテローゾです。さらに外には14番ミストレビの間に8番ブルースケッター、その馬群の外から17番スティールブルー、第4コーナーをカーブ直線コースに入りました。さあ先頭は1番のプリティドヌーブ、それに並んでいく5番のカウネウス、すでに600を通過、2頭のうちにコースを取った6番アズベリー、さらにはサダーキ、青いフォールがその外、その後ろにブルースケッター、さらに外から17番のスティールブルー、そしてその外から9番のフルレゾンが差を詰めてくる、大外は10番の西のリピート、あと200と少々で先頭は5番のカウネウス、外から17番のスティールブルーが差を詰める、200を通過、そしてその後方9番フルレゾン、さらにはその内からはノーブルミスター、さあ先頭変わって17番スティールブルー、カウネウス2番手3番手フルレゾン、スティールブルーゴールイン、見事新馬勝ち、2番手5番のカウネウス、3番手が9番のフルレゾンです。さらには内から11番のマジックマジマックサランの追走で、うちには9番のハーベ直線コースに入りました。さあ先頭3番エリカリーシャン、600を通過、外から10番西のジーク、さらに外並んでいく8番サーマベーダ、3頭の間を狙う4番ピークブルーム、そしてその後ろに5番のリージーワドリーム、ちょうど5番手を追走して残り400を通過、さあ先頭3番のエリカリーシャン突き放した2馬身のリード、2番手に10番西のジーク、そして外には4番ピークブームが3番手残り200を通過、そしてその外から追ってくる2番のペッペグリーニ、2頭のうちから5番のリージーワドリーム、抜けた3番エリカリーシャン、これは独走態勢、ペッペグリーニ2番手、3番手争いは5番のリージーワドリームか、3番エリカリーシャンゴールイン、3番手最後2頭、11番マジマックサランと5番のリージーワドリーム並びました。大外をついては、さあセレストが猛然と伸びてくるが、再び突き放しました。ゼッケン8番のさあ名将ゴーフル、名将ゴーフル、2番手には9番のメリオールも上がってくるが、先頭8番の名将ゴーフル、ゴーリ名将ゴーフル勝ちました、名将ゴーフル勝ちました。そして2番手3番手の争いですが、最後外からよく伸びてまいりましたゲインサポート、さらに外からはメリオーレム、よく足を伸ばしております。そこから離れて12番のサノノゴールド、1番のクラリファイ、4番手5番手争い、5番のグランドゥーチェが先頭に立って後ろを離す、3馬身4馬身5馬身、2番手は2番のサンダーユニバース粘れるか、5番のグランドゥーチェゴールイン、2番手2番のサンダーユニバース、3番手10番のジョナ、2番手3番手は接戦。先頭はここで8番モズとキキか、モズとキキ、そして追い込んできた2番のプロトアステール届くかどうか、間からは3番のトレンシャリーも差を詰めてきて、わずかに先頭モズとキキ、そして3番トレンシャリー並んでかわして、先頭に変わった3番手はプロトアステール、3番トレンシャリーゴールイン、トレンシャリーデビュー勝ち。先に出たモズとキキを捉えました、3番トレンシャリー。12番ランポレッキをわずかに先頭か、並んでいく2番フィローシャ、外からは6番ジャンバラヤ、さあ3頭広がって200を切っている、その後ろに5番ベストオブユー、4番手に浮上、さらには3番のアグラード、前は広がったが6番ジャンバラヤ先頭か、5番のベストオブユー並んでかわしきってゴーリ、外は3番のアグラード、さらには16番のジャンバラヤ、3頭広がりましたがわずかに5番ベストオブユー、前2頭並んでいる、さらに外を通っては9番のカラフルメロディー、3頭広がって200を切った、最内に潜り込んで14番セリエル、さあ3頭の競り合いから6番セイウンサニー先頭か、9番カラフルメロディー前に迫っていくが、3番手は14番のセリエル、先頭は6番のセイウンサニー、セイウンサニーゴーリ、2着は9番カラフルメロディー、3着わずかに14番セリエル残っています。